茨城県道232号下水戸線水戸市三の丸正面の白い橋は水戸城後二の丸と行動関東を渡す大手橋茨城県道232号下水戸線は茨城県日立中市下から水戸市に至る県道である茨城県日立中市枝川一毛の枝川立体交差点で国道六号水戸バイパスより分岐し中川に架か,かる水府橋を渡り 水戸駅北口前の国道51号交点に至る一般県道である。かつては国道6号の一部であったが、水戸バイパス開通により1971年4月30日、県道格下げ、建設省書館から茨城県へ移管となった。国道としての役目を終えた後も水戸市中心部に直通できるという利便性もあり、現在も水戸市近郊の地域と結ぶ動脈と、 なっている1971年4月30日、新たな一般剣道として、勝田市大和田市も起点とし、水戸市の終点まで至る当時国道6号であった区間を茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号232となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、 水戸市三の丸二丁目道間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。水戸橋終点、水戸駅北口前の区間は、水戸城跡の二の丸と三の丸の間の空堀を転用して道路を通している。中川より北部の水戸市水婦町、日立中な枝川では、 中川定地にあり、直線で、見通しの良い平坦な道路である。1971年の路線認定当初の表記は、勝田市大技一月一般国道6号線分岐で、ある。1971年の路線認定当初の表記は、水戸市佐久町二丁目一の5 1一般国道55線交点である。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。